愛知県稲沢市国府宮神社の参道です。今日裸祭りが行われますが、まだ裸男の姿はありません。今は服を着た方々が境内でお参りをしているという、そんな午前中です。なんといっても今年は3年ぶりにもみ合いが復活します。もみ合いはこちら3年前の映像なんですけれども、渦の中心に神男がいまして、その神男に触れると1年の厄を落とすことができるとされています。まあ、ですから晒しを巻いた裸男たちが神男めがけて一気に殺到する、これが裸祭りの見どころの一つです。今年の神男はと言いますと、海士の矢沢健二さん41歳です。もみ合いの参加、実は初めてだということです。その神男矢沢さんはというと、この参道に姿を現すということなんですけれども、午後4時から午後5時ぐらいとされています。ですがどこから出てくるのかは分かりません。この参道に姿を現しましたら、一気に裸男たちに囲まれます。そして裸男たちの間をすり抜けて、参道をこのようにゆっくりゆっくり通っていきまして、楼門わずか3メートルの間をくぐって右にカーブを切って直井殿を目指すということになります。この宮の担当者によりますと、例年は8000人ほどの裸男たちがもみ合いに参加しているということなんですが、今年は半分ほどではないかと見られるということなんですね。ですから3、4000人ぐらいの裸男だということです。この宮としましてはマスク着用を促しているということなんですが、もみ合いの中で水をかけることになりますので、マスクに水がついて呼吸ができない、これも危ないことになりますので、ですから最終的には各自で自己判断をお願いしたいと促しています。以上、国府宮神社から中継をお伝えしました。